ラブサターだボンバヘ <laughs> ラブサタ204回目今日ねなぜこんな焦ってるかってサミさ,さんからのメールが来てないからね <laughs> <laughs> 回数が一瞬分からなくなっ,たってき、ねね、どうしたんだろうねサミさ,さん。ね どうしたんだろうかちょっと心配でございます。<ス>はい。でもう一周、一周送らなかっただけでこんな心配されちゃったら大変かもしれないけど、<laughs> ごめんね。そうだね。あの、プレッシャーかけてるわけじゃないですよ全です。全然いいんです。あの、いろいろね、ご事情もあると思うんでねん。そうですね。はい。もしかしたら A ちゃんと何かあったのかもしれないし、S, <laughs> <S, S さんと何かあったのかもしれないし。えー、ライオンちゃんがですね、はい、新学期モーニング、から、え、身体、身体測定っていう、その、うん、身体測定。 かかり決め赤外かかり決めって懐かしくない懐かしい席替えなどなど怒涛の1週間といっても3日でした、うん、何かとルールを作らないといけないので大変です放送でスマホの電池の話をされてましたが僕が最初にスマホを変えた時期は初期のスマホだったので、うん、すぐ電池切れしてしまって常に、えー、携帯充電器を持ち歩いてましたその時にやっていたライオンちゃん的バッテリー節約技を教えます、うん、まず使わない時にには機内モードに 携帯って常に電波を張ってメールやアプリなどあれやこれや情報を更新しているそうです、うん、機内モードでは電波もシャットアウトするのでその更新時に出るバッテリーを節約でき電池,電池持ちアップです、うん、次に使わないアプリは削除削除できないものは強制的に止める最初から入ってるアプリで使わないアプリとかないですかアプリは勝手に更新しちゃうのでその時にバッテリーを消費してしまいますそれを防ぐために消去しちゃいます、えー、消去できないものに 自分のスマホには強制停止というものがあるのでいくつかを止めてバッテリー節約に加え携帯の容量も確保しています、うん、でもこれ何のアプリと思っているアプリでも裏でせっせと仕事をしてくれてるアプリだったりするので <laughs> 要注意です、うん、どんなもんでしょうブラスタファミリーには知識人がたくさんいらっしゃるのでこんなもん知ってるわいという方もい,ないかもしれませんがお試しあれということで、うん、私もね機内モードは結構やります。 えこっちの日本ではい海外に行った時にやったら「え電池これ持つじゃん」って思ってななんでさっっっき言わかたたのす忘れ思い出したのね今思い出したのライオンちゃんのメールでそうそうだから仕事中とかほら携帯どうせ見られないじゃないですかなんでその時とかに私も機内モードにしてなるべく電池使わないようにしてました。 あそうなんだ。うん。とかもありますね。アプリは、えー、そうね。<laughs> でも確かに、裏でせっせと仕事してくれてるアプリ消しちゃって大変なことになっても困るんで、うんそうね、あれだけど、消しちゃいけないアプリって分かんないもんね。分かんないよね。うん、元から入ってるものでね。なんかね、すぐいっぱいになって警告になっちゃうの。う使いすぎですよって。<laughs> よく警告が出ます、私。 私それまでもらったことないんだよね大体超えますもんだから多分 <laughs> 合ってないんでしょうねプランが <laughs> そうだね自分のプランが、ねまあ。プラン替しなきゃいけないなと思うんですけど <laughs> なかなかね、うん、行くのも面倒くさいしねそうなんですよねそしてこちらジョンジ,ョンジョー,ジーさんありがとうございますあさみさんの髪っぷりはとどまるところを知らず先週の「ブラザタ」ではみっちゃんの名前までみつこさんとかもします <laughs> ちょっと待ってちょっと待ってあさみさんみん <laughs> れないって書い <laughs> と、ですの頭の中に今流行りの8.6秒バズーカのネタが思い浮かんだかと思えば、ラブサタでは、キッタピーと噛んだ報告。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、キッタピーとの懐かしの小島よしおのネタまで思い浮かんできました。収集がつかないので、とりあえず思い浮かんだことをラブサタに送ります。 <laughs> さて話は変わり前回の「ラブサタ」にて話が上がった浅見さんが目撃したという九段下のマリオはい、はい、これについて検索してみたところ。うん 秋葉原に車の免許があれば行動を走れるカートをレンタルできるお店があり、うん、広告目的やただの趣味などコスプレをしてリアルマリオカートをする集団が都内のあちこちで目撃されているようですあさみさんが目撃したのはおそらくこれではないかと思われます楽しそうですねブラサダの広告でみっちゃんとサミーブラピーの三人でリアルマリオカートしてるはいかがですか <laughs> レースの際は赤の緑のカメの甲羅やバナナの皮を忘れなくあさみさんはお 口の滑りが良すぎるのでスリップに注意。それではまた here we go って,て <laughs> うまい。<laughs> あ、そうなのね。そうなんだって。私のね、だから友人も秋葉原で見たって言ってて、うん、知ってるよって笑いましたけど、うん <laughs>。結構見てる人いるんだ。ね<え>。うん、バナナの皮は大。でも確かにちょっと中で宣伝っぽかったんだよね。何かの。ああ、カメラはないけど。明らかになんか宣伝っぽい。<laughs> 雰囲気は感じましたよ。なんかプロっぽい感じでしたもん。<laughs> なんか走り方とか。<laughs> でもいいの、ピノキオとかやりたい。<laughs> いた気がする。ねえ、うん、ピノキオとか可愛い,いよ。ヨッシーとかになっちゃってちょっとリアルなカメレオンみたいになっちゃう <laughs> <laughs> でもさ、それをやるってなったらさ、うん、あのメンバー足りないじゃないブラサタで。ね、<laughs> <laughs> やっぱツージーとか呼び出さないといけなくなっちゃう。<laughs> 両親とか <laughs> 両親とか喜んでやってくれそうだよね <laughs>。<laughs> 本当だね。竹ちゃんとか。ちゃんとか。うん、そうだね。やってくれそう。やってくれそうだけど、なんか、どうせ、なんかどっか陰でめんどくせえなってやってんでしょ、<laughs> きっと。どんなキャラあさみの依頼だろ答っとけよって絶対言ってるよ。<laughs> でも、ね、<laughs> 祭りにはあんなね、VTR 送ってくれるわけですよ。ね、<laughs> 6本ぐらい送ってくれたもんね。 ありがたいですよね本当に本当にありがとうございます皆さん感謝感謝ねうん結構リオカート皆さん調べてくれてんだねいやだってほら検索してって言っちゃったからそうか本当だね終わってからねあさみさんからねあったよっていうね画像をいいたんですけどねフェイスブックにもあげましたけどね間のねバイクがなんかちょっとね ちゃんが間のバイク気になるって言ってたね。<laughs> 間にバイク入っちゃってるけどって思ったけど。<laughs> そうだね。ね<ー>いやーちょっとあんなのいきなり目の前をね、通り過ぎたらやっぱびっくりするよ。<laughs> あびっくりするよね。うん、わーってなるよ。<laughs> 結構こう、割とそういうところ冷静に見てるタイプだと思ったけど、さすがにマリオって言っちゃったもんね。<laughs> 子供みたいに <laughs>。 マリオだって言っちゃう。手、こう指差して言っちゃいましたけど。ちょっと待って、まずみんなが、うん、え、あさゆみさん冷静に見てないでしょって、多分今突っ込んでたよ。見てるって。<laughs> 基本的に冷静だよ。<laughs> 街中では。そうだったおすましさんだから。<laughs> <laughs> いつからおすましさんになっちゃったのずっとお <laughs> お <laughs>。おすましすまこさん。おすましすまこ。何おすましすまこわからない。 カミスマーに合わせようと思ったら、<laughs> なんか、おスマコでしょ <laughs> <laughs> ちょっとなんか、響きが良くなでしょ <laughs> って手広げて言うほどのことじゃなかったけど <laughs>。あんまりなんかちょっと響きは良くないですね。おスマコって <laughs>。<laughs> <laughs> ちょっと違う匂いを感じるわ。そうね、おスマコだとね。<laughs> <laughs> いやね、ほんと。<laughs> 今の言い方がすごかったけど。<laughs> <laughs> そうね。だからもう基本的に冷静見てるけど、うん、たまになんかそういうネジが外れちゃうときに、<laughs> マリオだって言っちゃう。この、なんか子供に戻る感じ。だから戻らせるよね。<laughs> マリオは。戻らせるね。戻らせるよね。今ね、びっくり。後ろにね、<laughs> 袋多分持ってきてくれてんの。ほんとね。 放送中ですから今ちょっと収録中なんで申し訳ないであの終えてってくださった何のことがよくわかんないですけどね皆さんねそうだよねごめんねでもそうやって同心に戻る瞬間ってあるでしょあるあるあるよ全然声上げちゃうね恥ずかしいけどね上げちゃうでしょでも私ほらおすましさんだからあみちゃんおすまこおすまこだよ結構みちこおすまこかみちこおすまこ 最近伸び子だけど。そう伸び髪が伸びこね。髪伸び伸びたの。すごい長いんだよねみつよね。切りたいんだけどねなかなか。そして今日もねペンギンのニットを着ている。今日ペンギンなんだよ。今日だって寒いんだもん。そのペンギンはやっぱなんか動くの？動いてほしい。こんな感じ？でも口がちっちゃいからこんな感じってわかんないよね。あのねあれだあれだあれだ。 最近ちょっとやっぱ噛むよね。<む>皆さん。<laughs> 春だからかな。最近本当に噛むわ。スプリングハズ噛むだから。だって今日も内山田洋さんって言っちゃったしね。<laughs> それ噛むじゃないのね。<laughs> <laughs> <laughs> 本当にびっくりしたよ、私は。いやー、あそこでまさか自分でヨウさんって言っちゃうと思わなかったそうんだっとここで訂正をすぐ入れた方が良かったのか、うん、どうしようって思ったんだけど、うんうん、まあ、とりあえず。紹介してたからね、あの時ね、イントロを載せてたからね <laughs> そうそうそう。これで言っちゃうとなーって思っ、ね、いやー、あと、あひろしさんって。あ <laughs> こまで <laughs> さん大泉洋なんだっていう、本当に。ヨウちゃんって言って。<laughs> もう、用って見たら、って言っちゃうんですよね。よ <laughs> って言ったら、よって言っちゃうんですよね。で、終わらそうとしたいわ。<laughs> いいよ、全然終わらそうとしてないですよ。<laughs> ね、もう、内山田さんに本当に謝って。いや、本当に平謝り。<laughs> 申し訳ございません。